道の駅まで屋形飯舘村、交流センターは辰巳神社飯舘村は、福島県浜通りに位置し、相馬郡に属する村。福島県の浜通りよりの森北、阿武熊高地の中原、新田川の上流に位置する村である。新田川の上流にあたるので、新田川の下流に位置する南相馬市との関係が深い。標高は500メートル程度で、浜通りの中でも高い位置に存在する。 冬季の降水量は少なく、太平洋側気候に属する。標高が高いため温暖な福島県浜通りの中でも平均的に涼しい気温が特徴である。いい村は新地町とともに相馬郡を形成するが、両者は相馬市によって地理的に隔てられている。いいは二0地域に区分されている。この村は何度も複雑な合併を繰り返し、 現在の名前に落ち着いている。まず、町村制志向の1889年に、メシトイ村と、ヒソ村、大倉村と、サス村が合併し、合成地名で、それぞれ藩、ソ村、大須ス村となった。続けて、1942年に、メシソ村が、石橋村を編入し、同年、大須ス村と新館村が対等合併し、合成地名で大館村となった。最後に、 夏季の年表にあるように、飯舘村という合成地名に落ち着いた。かろうじて、メシ村と新館村の一文字だけが、現存名として存続している。大技として、飯シ井、ヒソ、大倉、サスの名称は、現在も受け継がれている。地図で見ると、前者二つは南西部、後者二つは北東部に所在する。飯シ井は、東日本によく見られる地名で、 池の水を電磁に送る設備のこと、秘書は、ヒノキの生える土地という意味だと思われる。サスは、焼き畑を意味する言葉から来たもので、三方郡上町霞区のスケツという地名が由来であるらしい。大倉とは、大きな倉ではなく、大きな崖山という意味だと、地形図から読み取れる。新館の、伊ては、建立の意味で、伊てと、道語源で、 住吉神社系統の渡積を伊達の神と呼んだことに由来し、西日本からこの地に移住して開墾したものと推定される。2011年3月11日14時46分18秒、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、伊達村は震度6弱を記録した。地震動そのものによる被害は、他地域との比較の上で極めて軽微であったが、 地震とそれに伴う津波によって引き起こされた。飯い立村はその全域が放射線量が年間積算20ミリシーベルトに達する恐れがあるとする計画的避難区域に指定され、土壌からは放射性物質が検出されたが、2018年4月現在は一部地域を除き避難区域は解除された。姉妹都市名約を締結している。 地方自治体はない村立小学3校は川又町に移転。2018年度より震災前の飯舘中学校校舎に小学校も移転。村内小学校3校は2020年3月末で閉校。村立幼稚園2施設は福島市飯野町大久保に移転後、認定子ども園へと形態を変更し飯舘中学校校舎内に移転。現在、 村内の郵便局は2枚橋郵便局を除いて、営業休止村内を鉄道路線は走っていない。震災前には、JR 東日本福島駅及び原の町駅から、路線バスが走っていた。全村避難終了後、福島交通東北アクセスより、JR 東日本福島駅よりのバス、背景運行再開。山津健新社拝殿前にある伝説の白狼の、蔵古の狼は、 山から使わされた紳士であり、山賊、立花隅虎の居所まで、源の寄地下を案内し、打ち果たさせたという、村民の森愛の差は宿泊体験換気こり。ありがとうございます。